ユネスベランダは、フランスボク北ーズ県アビニョン出身のサッカー選手。名字は、ベルアンダとも表記する。ポジションは MF。ガラタサライ SK 所属。2003年からモンペリ HSC のユースチームに、所属。2009年にトップチームに昇格し、同年8月8日の PSG 戦で、プロデビューを果たした。2011から12シーズンには12得点を挙げる。活躍を見せ、 中心選手として、オリビエ・ジルーなどと共に攻撃陣を形成し、クラブ史上初となるリーグワン優勝に貢献した。2013年6月30日、ディナモ・キエフへの移籍が決定。2016年1月6日、シャルケ・ケレイヨンにレンタル移籍。同年8月31日には、オグック・ニースへ、レンタル移籍し3年ぶりに、フランス復帰を果たした。 ニースでは定位置を確保して3得点なのアシストを記録し、CL 出場圏内である3位躍進に貢献した。2017年6月27日、トルコスユペルリーグのガラタサライ SK へ完全一席。フランス代表とモロッコ代表でプレーすることができ、ユース世代ではフランス代表としてプレーし、2010年のトゥーロン国際大会に出場した。 2010年11月17日の北アイルランド戦でモロッコ代表として A 代表デビューを果たした。アフリカネーションズカップ2012のグループリーグ第3戦ニジェール戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。